もしもし。いらっしゃいませ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。
ん？あれは。何？何？すげえ！何？ラララララ、おお、ラララララ。違うな。もしもし。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。うわっ！
どうも。
いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。え？あ。
ねえ、ねえ。もしもし？ねえ。どうぞどうぞ。次どこ行く？もしもし？楽にしてやる。ねえ。もう。
あ？ちょっと待て。くそ。え？あ。どうも。
よく来たな、キリュウ。柏木さん、あまり時間がない。お前とはいろいろと話しておかなければならないことがある。はい。今日の幹部会のことだ。どういうことや、四代目呼び戻すやと。そうだ、今六代目が現場を離れたら東城会の基盤が揺るぎかねん。ここは最悪の事態も想定し、他の組織も承服する人間に東城会を任せるのが先決だ。何やと。私は賛成です。ミネオの礼。神田の兄貴、ここはキリュウ4代目に出張ってもらうのが最善の策です。何やと。頭、俺は6代目と直接杯を交わした間柄です。本来なら何があっても大悟さんに戻ってきてもらいたい。ですが、近江連合やその他の組織のこともあります。ここは早急に他の組織が納得できる代行を立て、大悟さんの帰りを待つしかないと思います。うん。今さら何言うとじゃ。国道が頭取られて落ち着いとる場合か。株ばっかりやって頭おかしいとんちゃうか、大峰。俺も神田と同じ意見です。極道だったらまずやることは後目のことよりも返しが先でしょう。浜崎。頭、俺が仕入れた情報じゃ、会長跳ねたのは風間のおじきによく似た男と聞きましたが。浜崎、お前それはほんまか。どういうこっちゃ。六代目の側近の話だと、大吾が会長室で撃たれた時、部屋にいたのは風間の親父によく似た男だったらしいが。まあ一度死んだはずのおじきが生き返るわけもありません。別の人間だとは思いますが。頭、なんかご存知なんじゃないですか。いや、俺も全く見当がつかない。どちらにしても今東城会がすべきことは、会長を撃った男を捕まえて誰が戦争を仕掛けたのかを探ることでしょう。四代目桐生さんを戻すのはそれからでも良いのでは。いや、それは違う。あ、今は早急に東城会の足場を固めることが先決です。直系99団体、桐生さんを代行に立てて一枚岩になっていかないと組織は崩壊してしまう。桐生ってなんやねんお前。そんなに桐生に跡目渡したいっちゅうんやったら、いっそのこと俺がキリュウの首取ったるわ。神田、お前。頭、この際やから言うときますわ。うちら三代目錦山組、キリュウの下に入んのはお断りや。初代も先代もキリュウにやられたいうこと、うちら錦山組は忘れてへん。だがそん時お前は強姦罪で無所の中だっただろうが。しゃがじゃボケが。とにかく桐生の首取る理由、錦山組にはあるんじゃ。こうなったら桐生ぶっ殺してわしが東城会の跡目になったる。桐生は東城会の敵じゃ。わしの手で桐生の首取ったら。それは聞き捨てならない話だな。ああ、桐生さんとやり合うのは構わない。だが錦山組に東城会の跡目渡すわけにはいかねえってことだ。ねえ、
頭。何を言っているんだ。今跡目の話なんかしている場合か。でも頭は桐生さんを呼ぼうとしている。俺も神田と同じでそれには反対なんですよ。浜崎、このまま桐生さんが代行に座ればそのまま七代目に復帰ということもある。お前もそれは嫌だろう、ミネ。もう一人の幹部の意見も聞きたいね。真島の兄さんよ。あんたも本部の若頭補佐だ。何か喋ってくださいよ。アホくさ。うん？俺は別にどうでもええ。あんたらで好きにやってくれや。どういうことや？風間のおっさんの亡霊探すもよし、桐生ちゃんとドンパチするのもよし、好きにせえ。そうや、一言言うとくわ。うん？喧嘩すんのは結構やが、もしうちの島に入ってきたら、そん時は怪我するだけじゃ済まへんで。真島。ほな。桐生ちゃん、えらいことになったで。そんなことが。すでにお前がカムロ町に戻ってきたことを知っている組もあるだろう。特に神田の動きには気をつけろ。はい。おそらくそれぞれの組がそれぞれの行動に出る。俺は神田の動きを抑え、一刻も早く大吾を撃った男というのを突き止めるつもりだ。その件ですが、実は。これは。何？くそ。ああ、もしこの絵の男が犯人だとして、どうやって沖縄と東京の移動を。中原が撃たれたのは昨日の4時過ぎ、大吾が撃たれた時間が6時半頃、差し引いて2時間半。沖縄東京間は飛行機でもそれくらい時間がかかる。どうやったって空港から搭乗会に来る時間はないんだが。これは停電か。変だな、カムロ町の明かりはついてるみたいだ。
柏木さん、柏木さん。キリュウ、この男とつながってるやつを探し出せ。つながってる、多分そいつは沖縄のリゾート開発の裏で利権を狙ってる。そいつは東上会に。東上会内部の人間ですか。そいつを探し出せ。いいな。はい。柏木さん、柏木さん。ここから先は立ち入り禁止です。入らないでください。落ち着いてゆっくりとこちらに避難してください。ん、おい、ちょっとあんた、ち、待て。この君、うん、止まりなさい。待て。おい、そこの君、そこの君、おい、止まりなさい。事件あるところに桐生一馬の存在あり。
お前さんに話がある。久々に一杯引っ掛けねえか。桐生、いらっしゃい。あら、伊達さん、今日はお友達もご一緒？ああ、ママ。伊達さん、ここは？ああ、昔お前がよく使っていたセレナだ。今新しいママに買い取られて様変わりしたけどな。伊達さん、いつものやつでいい？うん、あとで若造も来る。やつの分も頼むわ。はい。ずいぶん若いママだな。ああ、でも度胸と器量はそんじゃそこらのババアよりもすげえ。誰がババアですって？はい、聞かれてたか。まあまあ、ちょっとこいつに話があるんだ。外しておいてもらえっか。はいはい、ごゆっくり。ここは俺らがいつも使ってる店だ。盗聴も盗撮もされてねえ。安心しな。ああ、しかし伊達さん、どうして俺があの場所にいると？和樹から聞いた。お前さんのことだから、また事件に巻き込まれてんじゃねえかと思ってな。お、来たか。ブツは？もう、ブツって、そんな物騒な代物じゃないでしょう。はい、どうぞ。こんな強いの無理。ママ、俺のこと殺す気？それより、水。はいはい。お、よしよし、でかしたぞ。偉そうに言わないでください。デスクを雑用に使う新人がどこにいますか。もう人使い荒いんだから。それは、ああ、お前に見せておく必要があると思ってな。東城会の現幹部たちの写真だ。
どうしてこれを？実は私、こういうものでして。伊達さんが新聞記者？ああ。キリュウ、お前が巻き込まれている事件、実は今俺が追っかけてる山とつながってる。山？東条会、そして政治家鈴木義信に絡む沖縄リゾート開発。こっから先は危険な旅だ。お前さんには敵をよーく知っといてもらう必要がある。少し時間をもらうぜ。このスキンヘッドの男、こいつが三代目錦山組組長、神田だ。錦山組か。ああ、お前と3年前戦ったあの錦山組の東大がこいつだ。俺は今まで会ったことがないな。まあ無理もねえさ。こいつは2年前まで強姦で無所にぶち込まれていた。喧嘩と女が大好きっていう典型的なイケイケで、錦山が組長をしていた頃は鉄砲玉にもならねえほどのチンピラだったらしい。どうしてそんな奴が組長に？無所から出て以来、こいつは神室町を中心に勢力を拡大していった。徹底的な暴力路線でな。2年前といや、近江連合との抗争の後だ。警察も東条会との距離を取りたがっていた時期に、こいつは感激を縫うように島を拡大。穏健派の2代目風間組の島をどんどん奪い、急成長していった。この男の目的は？ズバリ東条会の跡目だろ。てめえが欲しいものは何があっても取るってやからだ。女だろうと島だろうと、欲しいものは強奪する。とにかく力ずくで後先考えずに突っ走る。じゃあ柏木さんを撃ったのも？ああ、可能性は高いな。こいつは直系白鵬会会長峰義孝ってやつだ。峰義孝か。港区を中心としたオフィス街にいるやつでな。とにかく若くて金を持ってる。高級会社を乗り回し、一見すると青年実業家って風貌だな。私手線やインサイダーを使っての株取引と不動産売買で巨万の富を得た、まあ言ってみりゃインテリ極道の代表格的な男だ。なるほど。今東条会の金はこいつで回っていると言っても過言じゃない。年間かなりの金がこいつから東条会に流れてる。特に三代目錦山組の神田あたりはかなり峰から回してもらってるって話だ。どうしてこの男が神田に？この峰という男、数年前までは新興ベンチャーの立ち上げなんかをやってた普通の会社員だった。それをこっちの世界に誘ったのが無所上がりの神田だったらしい。峰は神田の仲介を得て道島大吾との杯を交わし東条会へ来たみたいだ。それじゃあ神田とつながっている可能性もあるのか？いや、峰は六代目の信奉者だ。最近じゃ自分の組の力もあって神田の後ろ盾も必要ない。神田のことを煙たがってるだろう。この AV 男優みたいな男、こいつは通称浜の帝王、直系浜崎組組長の浜崎剛という男だ。横浜か。ああ、3年前の抗争事件の後、あの中国系マフィアのジャカに代わって横浜を制圧したのがこの浜崎だ。この男、結構裏が見えないやつでな。どういうわけか、島を奪ったはずの中国系の連中ともうまくやってるらしい。あのジャカと？ああ。だがこいつが不思議なのはそれだけじゃねえ。実はこいつの組、構成員が10人程度しかいねえ。なんだと？普通あのジャカ相手に横浜の島を奪い合うなら最低500、いや1000以上の兵隊を持っていないと渡り合えない。だがこいつの組はジャカと争うこともなく、やすやすと横浜一帯を手中に収めた。なぜそんなことが？まあおそらく裏で中国本国のマフィアとつながっていて、密輸の窓口や日本での資金運用なんかを引き受けてるんだろう。いいように利用されているだけなのかもしれないな。マフィアとのつながりか。まあ裏は取れないが、今回の一件、裏でリゾート絡みの利権が絡んでいるとしたら、一番絵を描いた可能性があるのはこの男だろう。
中国のマフィアと連携して。ま、カジノやらなんやら、さらに裏があるのかもしれん。柏木さんは死の間際、俺に言った。リゾート開発の裏で利権を狙っている奴が、東上界にいると。俺もそう踏んでる。今の東上界でこれほどの絵が描けるのは、この4人くらいだ。柏木さんはもう一つ俺に言った。その裏切り者は、大吾を撃った男ともつながっていると。大吾を撃った男だと？大吾、それとリゾートの買収候補地の土地を持っていた中原という男を撃った犯人だ。これ一体どういうことだ。これ死んじまったお前の親代わりだった風間じゃねえか。俺にもまだわからない。大吾と中原を撃ったというこの風間のおやっさんに似た男、俺を襲った黒いスーツの白人たち、それにさっきのヘリの襲撃。敵は一体どこにいるんだ。まあ今はとにかく東上界の裏切り者を探すしか道はねえようだな。ああ、俺はこの絵の男が誰なのかを追ってみる。お前は柏木を殺す可能性が一番高い神田を追え。分かった。悪いな。お、何？お、なんだと？キリュウ。